今日はね、相場解説の前に一言言わせていただきたいと思います。今ね、こういう状態なんで、非常にどの仕事もどの業種も苦しくって、どんどんね、規模を縮小しているところがあると思います。その中で私の同級生の旅行社が広島市内にあるんですけども、倒産したんですね。で、この方は、この会社はですね、結構有名な会社で、中堅から、まあ、結構ね、上位の方の会社だと聞いてます。取引量も多くて、インバウンドも取り入れながらね、国内の需要にも対応してきた素晴らしい会社だったんですね。で、おそらくですけども、この倒産した会社、昨日倒産したんですけど、3月11日倒産なんですけども、多分ね、年末年始はものすごくね、夢と希望のあるようなクリスマスやお正月を迎えられたと思うんですよ。そして多くの、旅行客の方をね、お迎えして、本当に、あ、2020年も素晴らしい年になるぞと思って頑張ったはずなんですよ。それがですね、1ヶ月2ヶ月、今回のことで一気に倒産して、まあ同級生のやってる会社ですから、これから転職活動に入ると思うんですよ。でも50を前にした家族を抱えたね、男性が、転職活動で、ずっと旅行者にいたわけですから、他の旅行者に移ることを考えますよね。でも他の旅行者も同じような倒産するかどうかっていうダメージを今受けてるところなんですよね。その中で本当にね、お先真っ暗だと思うんですよ。で、私はね、今、まあ言ってみれば無職なんですよ、ね、今そんな私毎日毎日何かをしてるわけではないし、社会に入ってるわけではないです。本当に隠居と言ったらね、あの、かっこよすぎるかもしれませんけども、社会から離れてのんびり日々自由に暮らさせてもらってます。この中で多分世間一般には私の方がおかしな暮らししていて、一生懸命旅行者で働いている人の方が尊いという評価を受けると思うんですよね。それは私も同意します。でも現実にはそれほど尊いことをされていた方が、言ってみればお先真っ暗で、私みたいな暮らしがね、これからも、特に大きな変化もなくやっていけるというね、これが本当に社会の皮肉というか、何なんだろうなと思うばかりなんですよ。私はだからね、自分の立場がすごいだろうっていうふうに言いたいわけじゃないですよ。真面目にコツコツやってきた人が報われるのはね、そんな社会であってほしいですし、それは何を真面目にコツコツやるかだけだと思うんですよ。私の場合は今回ね、この3年間 FX にぶち込んできました。もう1年間全く収入がなくても1年目を通り越して2年目3年目とやってきたわけなんですよね。通常1年間所得がなかったらできないと思うんですよ。でも私はそれをやりおせて、今 FX を解説できるほどになりました。私の相場解説で今年は利益を上げてった方がものすごくメールをくれるようになりました。本当に毎日のように来るようになりました。やっぱり石の上にも3年とか言いますけども、私はね、千里の道も一歩なのかなと。最初の一歩、最初の二歩はまだ千里先にたどり着いてないですから、まだね、ゴールも見えないとこだと思うんですけども、それでもね、近づこうとすれば近づくんだなっていうことを感じてるんですよ。で、難しい状況の中、私はね、もしかしたら FX ってものを手に入れれば、全ての問題、家族の問題とかお金の問題とか解決できるんじゃないかなって思うぐらい FX に可能性感じてるんですよ。もちろん投資事ですからパーになる人はいますね。資金がパーになっちゃう人もいますけども、それはね、リスクヘッジをすればいいんですよ。ロスカットとかね、それから XM 証券っていうのを使ってますけども、投入額以上の資金の補填を求められないわけですから、こんなにね、マイナスの制限があって、プラスには青天井っていう世界が FX なんですよ。例えてみれば、給料の減額はもう半分まで、今20万円給料もらってたら、どんなに悪くても10万円はあげるよと、倒産はないよっていうふうな保証がある、リミッターがあるのと、で、天井知らずで給料はもう上げるからねっていうね、そういう世界なんですよね。そう考えた時に、私はこの FX にやっぱり可能性を感じるなと思いながら、今日の相場解説も誰かの命とか誰かの暮らしを救うつもりで放送させていただきます。それではね、FX の相場解説の方に移ってください。失礼します。